自動車のエンジンはオーバーヒートしないよう冷却水で冷やしています。ところが燃料はなるべく高温で燃やした方が燃費が良くなります。そこで重要なのが優れた断熱コーティングです。しかし新たな断熱材料探しには数千種類に及ぶ材料の組み合わせを試すという途方もない実験が必要です。そこでNIMBUSは人工知能を活用、ベストな材料の組み合わせを見出し、世界で最も熱を通しにくい薄膜の合成に成功しました。合成に成功したのはシュー・イーピンです。シューがまず取り組んだのはこれまで発表された80の論文からデータを抜き出し人工知能に入力することでした。比熱や密度、融点などに注目し、どのパラメーターが断熱性と関係あるのかを人工知能に探らせました。用いたのはアンサンブル回帰木という機械学習です。断熱性を上げるメカニズムは不明でも、どのパラメーターが断熱性に関係するのかを見つけ出し、最適な解に近づけます。今回人工知能は候補として数百の組み合わせを提示。シューはその中から実際に合成しやすい材料としてシリコンとビスマス元素のペアを選び出しました。実は異なる物質を組み合わせた断熱材は2つの元素がどのような形で接するかによって断熱性能が大きく変わることをシューはかねてから経験していました。そこでシューのチームは条件をさまざまに変え、シリコンとビスマスの分布を変化させた薄膜を大量に合成し、ナノレベルの構造と断熱性能との関係を網羅的に調査することにしました。この時用いたのはNIMBUSが開発した全自動薄膜合成装置です。一度に最大14個の基板をセットして構造の異なる薄膜を連続して作り出すことができます。条件を変えながら優れた薄膜を探し出すにはもってこいの装置です。シリコンとビスマス、2つの元素を条件を変えて交互に蒸着、断熱性に優れた薄膜を作っていきます。最終的にこの装置によってシリコンとビスマスから異なる構造の薄膜28種類を作り出しました。すべての断熱性能を実際に測定します。ナノレベルの断熱を精密に測る装置もNIMBUSが特別に設計したものです。作成した薄膜を一つずつ装置にかけ断熱性能を慎重に測定します。その結果、合成した膜の中に熱伝導率 0.16 という世界最高性能の断熱膜が含まれていることが分かりました。最高の断熱性能を達成した薄膜の構造はどうなっているのか、電子顕微鏡で観察するとシリコンの中にビスマスの微小な結晶が散りばめられた構造になっていました。インフォマティクスによる予測によって世界最高性能を持つ断熱薄膜に迅速にたどり着くことができたのです。インフォマティクス重要なのは実際の材料、そういう複雑な現象に特に私力発揮できると思います。この複雑の物理と化学のプロセスを無視していいんです。無視してこの完全にアルゴリズムベースで相関性を見つけ出すことなんですね。だから界面とかそういう複雑な現象、材料現象の中で適用するのことは有効です。 NIMBUS は材料研究にインフォマティクスを導入し、エネルギー分野に不可欠な新しい材料の開発スピード向上に努めていきます。